ブラジーミル・アレクセイビチ・コルニーロフは、ロシア帝国海軍の軍人。最終階級は中将。クリミア戦争では、国会艦隊司令長官、セバストポリ要塞司令官を歴任し、セバストポリの包囲戦で戦死した。トベリ県スタリツキー軍出身。父アレクセイ・ミハイロビチ・コルニーロフは、海軍軍人であり、数ツ古門官。 イルクーツク県知事、トボリスク県知事を務めた。兄のアレクサンドル・アレクセービチ・コルニーロフも、また海軍軍人であり、数密古門官上院議員を務めた。1821年、海軍協連隊に入り、1823年、卒業。バルチック艦隊、スループ、ミルーヌイ乗り組となる。ギリシャ独立戦争時、戦列艦、アゾフ乗り組として、 ナバリノの海戦に参加。1841年、国会艦隊戦艦、十二市と初代艦長。1847年、新型蒸気フリゲート購入のためロンドンに赴く。1849年、国会艦隊参謀長に就任。司令長官、ミハイル・ラザレフの補佐に務める。1851年、ラザレフの休止を受け。 公認の国会艦隊司令長官兼事重部官となる。1853年11月5日、艦隊機関、ウラジーミルに同乗していたところオスマンエジプト海軍のパルベーズイバフリと快適。パルベーズイバフリの艦載砲数はウラジーミルより多かったものの、艦首と艦尾には搭載しておらず、従って側面からの砲撃しかできなかった。そこで、ブタコフ艦長は、 後方の視覚をつく作戦に出るが、時間の経過はだしく、コルニーロフは早急な合陳を命ずる。そこで今度は、至近距離から砲撃を加え、3時間の戦闘の末、これを露覚。パルベーズ・イバフリは、セバストポリに栄光、接収され、コルニーロフと名付けられた。1854年、セバストポリの包囲戦で、 セバストポリ要塞司令官として高校に、自国官邸を自沈させて閉塞し、関西法を揚陸して、連合軍に対抗したが、要塞防衛を指揮中、重傷を追い死亡した。ありがとうございます。